好，转世界，我是郑鸿仪。嘿，和你做伙来开讲。大家好，大家好，大家阿曼，我是郑鸿仪，欢迎收听今天的波多转世界、我们今天呢邀请到一位非常特别的来宾、对台湾非常的重要、他是日本、前皇位副大臣，也是日本的前外务副大臣，也就是说他是、等同日本的前外交部副部长跟、国防部的副部长，他是、这个中山泰秀先生、中山泰秀先生你好。嗨，你好吗？嗨，可不可以跟大家介绍一下啊？来，那我来介绍。这个、我简单介绍一下中山泰秀先生、他是、曾任自民党的众议员啊，2014年到2021年。那么爸爸呢，中山正辉先生也是日本啊、日本自民党的众议员，长达35年，也就是从啊、这个36岁做到71岁，耶阿贝中山太郎。也是日本的、自民党的众议员、那么、这个、中山泰秀先生呢，他是从成城大学跟早稻田大学毕业，也在法国留学过3年、那这次、这个来台湾呢，他出版了《政治家中山泰秀》这本新书、那么由前卫出版社、所出版。那曾经担任过日本总务厅的长官秘书官、总务厅长官秘书官，就是应该是说总务部长 的秘书长，对对，还有建设大臣秘书官，也就是建设部长的秘书长，对，以及小池百合子，就现在东京都知事的政策秘书，好，这样，所以他的历练、是非常的、完整的。好，那我先、我们今天要、专访中山泰秀先生，因为中山泰秀先生、他曾经讲说台湾不是日本的朋友，是兄弟，是家人、那他因为讲这句话曾经被严重的、香港人恐吓、因为亲中的香港人、那我想先请教一下，就是说为什么你认为台湾是兄弟是家人不只是朋友？どうしてね、台湾と日本は、友達だけじゃなくて兄弟、あるいは家族、という関係、そう思っていますか、どうして、はい、まずは番組にお招きいただきありがとうございます。首先は我能够 被邀到这个节目は感到非常高兴、今日は台湾一のキャスターに合わせていただいて、とても嬉しいです。台湾の第一号这个 名主播、能够在一起、非常的高兴。はい、で要はですね、アメリカのハドソンインスティテュートの、対談で、ケン・ワインシュタイン博士、ケン博士と一緒にこの実はディスカッションしている時に私がそれを言ったんです。其实这个讲这个话是在这个美国哈德森学院、跟一个美国的学者、对谈的时候讲这句话的。彼からは台湾に対して日本は今後どう向き合うのかというような質問が出てきて、私が申し上げたのは、台湾は彼は友達だからどうするんだと言ったんだけど、私は台湾は友達じゃないと、兄弟であり家族だと申し上げたんですね。就是对方が他问啊，他说今后啊日本怎么来对待这个啊处理这个台湾的问题啊？他说啊，这个其实啊台湾啊跟日本啊啊。不只是朋友、应该是、超过这个关系、是兄弟，而且是家族、他讲这个话、それは何でかというと、アメリカの人に気づいてもらいたかったことが一個あるんですよ。第一个理由就是说、我要让美国知道说日本、跟台湾的关系、是这样的关系、不是普通的关系、我々日本は台湾とわずか110キロしか離れてないんです。沖縄の一番、与那国島から台湾まで110キロ短いからよく知ってます、お互いを。第二个理由就是说日本跟台湾的最短的距离是在那个与那国岛，只有100公里。アメリカになるとやっぱり距離が遠いから、あまり台湾のことや詳しくない人もいるんですよね。美国跟台湾的这个距离非常的遥远，可能对
对台湾的理解啊，就跟日无法跟日本比较。嗯嗯。今年7月に私アメリカのワシントン D.C. を訪問したんですけども、その時に台湾と中国の人民中華人民共和国とあの違いが分からない人がいたんですよ。最近啊，他到这个华盛顿去访问啊，他提到台湾、中国啊，要讲到这个日本对这个台湾的这个关系啊，是怎么样的作为？跟中国是不一样的啊，中国跟台湾是不一样的。これは非常に危険なことで、台湾が自由民主主義の国であるということ、そして中国は共産党の独裁国家であるということ、これをきちっと海外に発信したいと、その意味で日本は台湾の友人だということを明確に表現したかった。他说啊，台湾啊，这个地方是完全是民主主义啊，非常发达的国家，民主自由主义发展国家，中国是共产主义的极权国家，所以这两个概念啊。不像美国啊，美国人啊，这个明确的啊表明啊是不可以的。嗯，すなわちアメリカ人の有識者に台湾はお友達でしょって言われた時に、いや兄弟で家族だって言ったら彼は僕は気づくだろうと思ったんです。所以啊，这样可能会让这应该就让就美国人呢、啊、就知道说，就台湾跟日本的关系啊是不是？是超越到朋友的这个关系，是家族啊兄弟这样子啊，这他们的概念就比较清楚了。日本とアメリカは安全保障条約があります。私どもの兄弟や家族が台湾なんだったら、アメリカは台湾に対してもその適用をするぐらいの気持ちを持ってほしいと思ったのが本音です。说美国、日本跟美国是一种共同防卫啊，这个这种关系啊，那。台湾跟日本跟台湾是一种兄弟家族的关系，这一点啊，请美国人要了解到啊这个重要性。OK， 我们今天也邀请到的这个翻译呢，他是非常有名啊，以前在《自由时报》派驻在日本的特派员，那后来也是《民事》派驻在日本的特派员张茂生先生啊，那张大哥，那。我们现在访问的是日本的前外务副大臣，也是日本的前皇位副大臣中山泰秀先生。那他也是日本好几任的日本自民党的众议员。那到现在他依然是非常重要的人士，因为他曾任总务厅长官的秘书官、建设大臣的秘书官、小池百合子的政策秘书。那我再请教，因为。这个大家今天起来看报纸都有看到中山泰秀先生说台湾未来可能被日本承认啊，那对台湾人当然很鼓舞，只是说他的条件是什么，他的时机是什么。今日呢多くのメディア先生が言った台湾は、まあ、将来ね日本によるね認められる、ね、可能性があると、所以呢，日本台湾の人々はね、非常にね、まあ励ましという考えてるね。で、そういうことをねについて、どんな条件で台湾のね、台湾をね、認められる国として、どんな条件の場合は、はい、まずですね、基本的に国家というものを構成する三要件の基本というのがあります。首先啊，这所谓国家啊，它有一个三个要件的。对，一つは国の国境が定まっていること、国境線が定まっていること。一つはね、第一个啊，要件就是说国境，能够有一个国境的，这个有一个国境哎。もう一つはその国の首都が定まっていること。还有人民。人民。でもう一つはその国のいわゆる国民の数が計算できること。另外一个就是说，这个国家、这个地方的人民啊，能够我们这个地方能够这个政府能够掌握他人民的这个数啊，就是国民的这个有人数啊。この
国家を認める意味での基本的な要素のこの三要件を全て私は台湾は満たしている。这个三要件啊，我认为啊，台湾已经啊完全掌握了。その国をですね、国として認めない方が実は矛盾してるんではないのかと思っています。像这样子哈，还不承认台湾这个国家哈，我觉得是非常的矛盾的。世界中にワンチャイナポリシーという言葉が今あって、その中国が2つある、それを1個に認めなさいと、北京は特にそれを盾にしていろいろ言いますけれども、北京政府は一直在強調啊，一个中国啊，しかし我々自由民主主義を標榜する国に生きる者からすれば、台湾が自由民主主義の国家であるということを誰しもが分かっていながら。中国共産党に気を使いすぎているのではないかと思います。我们站在啊自由主义的这个日本啊的立场啊，觉得啊这个台湾是完全是自由民主主义的一个国家啊。那中国这个地方啊是完全这是两个不同的地方。中国共産党のリーダーである習近平国家主席氏が革新的利益だと台湾のことを指摘するならば、私たち自由民主主義の人間から見ても。台湾は革新的利益ですから譲るわけにはいかないっていうのが我々の考えだと思います。如果说习近平啊，他把台湾认为是他的国家的这个哈唯一的核心的这个利益哈，但是我们日本呢，这反而认为台湾是这个民主自由的国家，是我们的核心的利益。中国はどれだけ領土欲が強いのか。特に南シナ海に人工島を作ったり、東シナ海でもエネルギー資源の問題で勝手に探査をしたりしていますね。中国这个国家啊，在这个南海啊，还有这个其他的地方的，都一直在开采，在制造它的领土啊，一直在扩张。こういった武力や力を背景にした現状変更の試み。こういったものを世界のすべての人はおそらく中国がやっている行為を見て、これは許しがたいと考えているはずだと思います。中国は不断的用武力啊来扩张它的领土、扩张它的势力啊，这个是全世界啊是完全无法原谅的行为。世界はルールに基づいて動いているわけですから、中国にはですね、ぜひ大国としての責任を果たしてもらいたい、そう思います。全世界啊，是有一个运作的规则啊，大家都在遵守。如果说中国这样子的话，这个是我们无法原谅的。香港97年の香港返還の時、中国政府はイギリスと約束をしました条約で、そして一国二制度と表明しました。1997年，中国政府对跟英国啊承认50年啊，哎，这个英国这个问题啊，香港的问题啊，承认50年，还有对台湾啊一国两制啊，一国两制啊，都承认了，哎，但是哦，到现在啊，你看看怎么样？しかし今の香港を見て、一国二制度が中国で行われているとは。誰も世界の人は思っていません。ただの中国共産党による独裁政権が香港にまで敷かれてというふうに思っている。中国对香港说一国两制啊，这个承诺啊，全世界啊不认为啊，他这个是真正的啦。所以啊，对中国这个独裁啊，是感到非常的这个不值。国際社会に対する約束を守らないで、それを破るということに対して。その今中国共産党のリーダーの信頼っていう問題にもかかってくると思いますので、中国的这个领导人啊，对完全啊无视于这个全世界的这种规则啊运作的规则啊，这个是全世界啊最感到的最无耻最痛恨的。私はですから世界の民主主義を守る意味においても台湾のこれからの未来っていうのは台湾だけじゃなくて日本もアメリカにも。ヨーロッパの自由主義民主主義国にも影響を大きく与えると思うので、世界の人は今台湾に対して手を差し伸べて連帯を示すべきだと思います。台湾啊，这个维护啊，全这个自由民主主义啊，这个对美国、欧美啊的这个世界啊，日本啊是非常有重大影响了。所以说，全世界这个自由主义的联盟啊，欧美啊、日本啊，必须要更加重视台湾哎这个地方。OK， 那
刚刚我问的就是说，未来可能被日本承认，有没有一个时机？嗯，再来就是说，那可不可能先从，因为美国有台湾关系法，那日本有没有可能也从啊、立了一个法叫台湾关系法？嗯，あのアメリカにはね、台湾関係法というものがありましてね。で、日本には、こういうあの台湾関係法のそういうあのチャンスがあります。ぜひ作るべきだと思います。他说啊，他说这个法律啊，他这个是一定要做的。これはですね、歴史的な経緯が実はあって、そのヘンリー・キッシンジャーはですね、日本に対して日中条約を結ぶということは、いわゆる話をしてきたというふうに認識しています。他方で台湾関係法を作ることも日本に対して田中政権に対してキッシンジャーは要求をしていました。ところが田中政権はそのキッシンジャーのアドバイスを無視した。ですから日中条約はできたけれども、この台湾関係法がアメリカではあって日本ではないという理由はまさに田中政権の時の時代が残した置き土産だと思います。悪い。基辛吉啊，当时这个承认了这个中国啊这个政权啊，那个时候就对美国这个政府这个一定要做一个台湾关系法。当时他有要求这个田中角荣啊政权，这个也要同样做一个台湾关系法。结果啊，这个被否定了。ですから新しい時代、田中角栄先生がまだやり残したことは台湾関係法だと思いますので、これを今の自由民主党が中心になってしっかりと日本の国内でこの台湾関係法を与野党すべてに声をかけて何か一本法律を通していくべきだと、台湾に関する法律を通すべきだと私は思います。那现在啊，日本的这个政府啊，就认为啊，台湾关系法是非常重要的啊，所以这个问题就是啊，日台断交啊以后就。日本政府啊留下来的功课啊，所以现在往这个方向在推进。哦，那这个方向推进有没有什么样的进展？こういうあの進展ありますかと。実際に私が自由民主党の中で台湾関係法の初代委員長を実は務めてました。若者による日台の交流を促進するという議員連盟。会長が安倍総理の弟の岸さん、そして事務局長が秋元さん、で私が実は台湾関係法初代委員長でした。他说，我是这个台湾关系法著作的这个小组啊，啊，成立小组的这个啊，委员长啊，那这个旁边呢，在做的啊，是现在的这个，就是他，最近下，离开这个黄卫省大臣的这个，就安倍首相的这个弟弟啊，岸信夫。对，现在由岸信夫担任委员长。现在岸信夫，他那个时候啊，现在岸信夫也是在参与这个事情。对对对，那现在是处在啊提案的阶段嘛，引领的阶段。今はこういうどんなね現状になってるんですか。あの台湾関係法のあの作るに関して。はい。その後ですね、実は我々の時も議論はやりましたけれども、なかなか具体に前に進めることが難しかった。でその後有識者の方からもいろいろ提言があって、それを今度は台湾の議員連盟の方ですね、古谷啓二先生が頭になっておられる。あちらの方でもいろいろ議論をしてますけれども、情報も共有されましたが、今のところまだ停滞しているというのが現実です。现在啊，这个成立台湾关系法啊，好像处于这个停顿啊。但其实啊，这样外面呢有很多这个日本讲的是提言，就是说建议啊，强烈的建议啊，要成立这个台湾关系法的外围的这个单位啊。所以现在在处理这个问题啊，这个中心人物是现在日华肯。国会议员，滚蛋会啊，这个会长啊，古屋奎司，这个人啊，为中心的。その停滞の理由というのはね、やはり日本も民主主義ですから、いろんな意見があって、自民党の中でも賛否両論あるのも正直なところです。为什么停顿呢？是因为啊，日本也是民主主义国家，各党各派有他的意见啊。日本这个自民党、自治党、自民党啊，也有
正反两方面的声音，对，所以现在还处在这个就是说拉锯的这个阶段。了解，嗯，ただし、しっかりとこういった法律をですね、きちっと作っていくということ、特に台湾をしっかり守るんだと、民主主義の仲間として守ってあげなければならないという思いの議員さんは非常に多いと、肌感覚で思います。事实上有很多议员哦，一直认为哦，这个台湾哦。不用一个法律来保护啊，这是不行的。就想认为说有这种意见的议员，其实是很多的啦。嗯，有多少？どれくらいの数がありますか？そういう思い込みや。思いを持ってる人は自民党はほとんどだと思いますね。言ってみれば。大部分的自民党议员呢都这样认为。特に台湾との断交後は自民党の青年局がしっかりと文化面、経済面、交流をしなさいということで命を受けて、まあ言ってみれば日本の代表団として自民党の青年局が中心になって日党交流。特別是这个日本的国会的啊，自民党的青年局呀、这个青年局一直是对台湾是非常好的啊、所以每次青年局，他青年局好像50歳までですかね。45だったかな。45岁以下的议员哦，都参加这个青年局啊。然后45岁以上的就不能参加，要退出来。東日本大震災の時に台湾の皆さんが助けてくださって、そのお礼に私も当時青年局で、小泉青年局長、私が青年局長代理で、みんなで青年局の団員全員で、シェシェ台湾ってお礼に来ましたね。311这个地震的时候啊，就是台湾捐了很多钱啊，议员金哈、那当时哦，他也是青年局的这个叫 member 哈、然后他哦、对这个谢谢台湾了、感谢台湾这个啊、这个运动啊、他也参与了很多。啊，そういった青年局のメンバーでは、私の肌感覚で 100% みんな。台湾に対する熱い思いを持ってます。个人认为啊、自民党的青年局啊，几乎是100%的支持台湾。几乎百分之百。好，我跟大家介绍一下，我们现在非常难得啊，邀请到的是日本前防卫的副大臣，也是日本啊这个外务副大臣啊，前任的外务副大臣中山泰秀啊。那中山泰秀也担任过日本的自民党众议员，他是日本啊栽培的啊政治家啊。担任过总务厅的秘书官跟建设大臣的秘书官，小池百合子的政策秘书。那么未来我相信是非常的重要的一位政治家。那我们现在访问他，就是说来谈谈台日关系还有国际局势。那等一下回来啊，我再请教，就是说那台湾如果被中国并吞，对日本的影响是什么？等一下我们回来啊，先进一段广告。全世界，郑鸿仪和你最伙来开讲。好啊，欢迎继续收听《波多转世界》。好，我是郑鸿仪啊。我们今天邀请到的是前日本防卫副大臣，也是日本前外务副大臣中山泰秀啊。那中山泰秀不只是担任过这么重要的职位，而且是日本的这个自民党的众议员很多任，爸爸也是啊，爸爸做了35年的日本国会议员，阿贝马西啊，中山太郎那、也是日本的这个众议员、那么中山泰秀先生毕业于早稻田大学、大阪出生的，那么我们今天难得邀请到他来聊这个整个台日跟整个国际局势、那我再请教一个问题，就是说，如果有一天不幸台湾被中国并吞，对日本的影响是什么？仮にね、仮に台湾が中国にね併合されたら、それそのことね、日本にどんな影響が発生するですか？でも本当にそういったことが現実になったら、もう日本は非常にリスクが高くなると思います。次は沖縄にやってくると思います。如果说那个台湾被日本被中国啊并吞了、那这个是非常严重的，对日本来讲，对，第下面就是最危险的就是冲绳。必ずですけど、これ私の個人的な予測ですが、中国共産党の人民解放軍が日本の南西諸島、先島とかいわゆる南の方を進軍するときは、
おそらくロシアが必ずコラボレーションして北の方すなわち北方領土から北海道に進軍する可能性がある。我个人的感觉的看法哈，就是觉得啊，如果说发生这种情况的话，南边西南方面啊，中国的这个军队一定会来。然后他跟这个俄罗斯这个结盟啊，他俄罗斯会从北边啊越到这边下来，所以这个对日本是非常严重。もう一つ今のウクライナ情勢を見て考えておきたいのは、ロシアがウクライナに侵略戦争を仕掛けていますよね。で、それを中国はまあソフトにサポートしていると思います。他比如说现在啊，这个俄乌战争啊，那这个啊，中国是用一种非常柔软的、非常啊隐秘的方式来协助俄罗斯的。これはなぜかというと。中国共産党の人民解放軍が台湾に仮に侵略戦争を挑むとき、中国はエネルギーがないんですね。ですから西側諸国から全部石油とかをエネルギーを封鎖されると、中国は大変厳しい戦いをしなきゃいけない。その時に陸続きの地続きのロシアからエネルギー源を得ると、そのために今柔らかくロシアを最主要的理由，为什么现在中国啊，一直在暗中在帮忙的俄罗斯啊，是因为他考量到说，将来啊，中国没有能源啊，中国如果在要拿取台湾的时候啊，他需要很多的能源，那这个就仰赖这个俄罗斯。したがって、台湾の危機というのは日本の危機に直結すると思いますね。所以啊，我认为是台湾的危机就是跟日本的危机是连接在一起的。日本も防衛力を強化しています。今これから5年間で対 GDP の 2%。所以啊，日本现在在加强这个防卫的这个军事防卫的这个预算啊，五年之内啊，它要提高到啊 GDP 的2%。これはヨーロッパにおける NATO 諸国と同じレベルです。这个数字是啊，跟这个啊，这个北约还有这个欧美啊，这个同等的这个数字。中国共産党のスポークスマンは早速それに対して反応して、日本が軍国主義に戻るんだというようなことを言っています。对于这个中国这个国防的发言人啊，政府的发言人就开始在批评说，日本想要恢复到过去的军国。私は全く真逆だと思ってます。中国が軍事力を日本約日本円で20兆円持っていて、それ以上だと。世界中が思っている。その時にいろんな意味でその拡張主義、エクスパンショニズム、これが中国の問題だった。但是我对我来讲啊，正好相反了。这个军国啊，应该是中国，因为中国的这个经费啊，用日元来计算20兆，是相当于日本的这个经费将来2%的话哈，4倍到5倍哈。那这个这种用这个军事这个扩张哦，是哪里是谁是军国啊？国家国にはですね、国家には自衛権というのがありますから、しっかりと自分の国は自分で守るんだということ、これが大事だと思います。国家啊，当然他有了自卫权，自己有国家自己保啊，自己救啊，这个是啊，这一般的道理。今侵略戦争の危険を持って軍国主義をこう表をこう周りから見ても認識できるのは逆に中国の人民解放軍じゃないかと私は思ってます。所谓的军国主义啊，我是觉得哦，应该是中国啊，不是日本啊。是。那如果中国要打台湾，会先攻击日本吗？看你呢，中国啊，台湾攻める時ね、第一撃はね、沖縄の可能性あります。この間中国共産党人民解放軍が軍事演習を行いました。で、台湾を取り囲むようにいろんな軍事演習を行った。その中で5発の中華人民共和国の人民解放軍のミサイルが日本の排他的経済水域に打ち込まれているという事実があります。前不久、中国在包围台湾的这个军事演习啊，那个时候有发射，其中有5发的这个5枚的这个飞弹哦。就击中这个
他们的经诶、日本海排他诶排他性的诶经济随意啊、嗯。那这个啊、这个事情啊，昨天那一讲了啊，诶、他不认为这是啊、这个不小心，当然是故意的啊。で仮にですね、台湾が中共の人民解放軍に襲われて、台湾を守るために米軍が出動した場合、沖縄の基地からも出動する可能性があったり、沖縄の基地に台湾防衛から帰ってくる、帰投する可能性もあるということを考えると、少なくとも日本の国内にある米軍基地の存在というのは、中国共産党人民解放軍から見たら一つの目標になるかもしれません。假如说中国在要攻打台湾的时候啊，如果说美军呐、要来帮忙啊、要来协助，他很可能是从这个冲绳的基地出发。哦，那从这个观点来看啊、中国啊，这个攻击啊，冲绳的这个美军基地是非常有可能的。嗯，那如果攻击美军基地，不就代表已经是美日安保条约的范围了吗？卡里尼。中国人民解放軍が沖縄にある米軍基地を攻撃する、これはすなわち、米中の、戦争行為になってるんですね。でそこで、日米安保にもかあの条約にもかかってあるんですね。これ日本の行動は当然、出るでしょうかと、はい、もし仮にですね、日本の沖縄の米軍基地に中国が仮に攻撃した場合、これはもう日本国に対する直接の攻撃であるという認識のもと、もうこれは日米安全保障条約どころかですね、重要影響事態から存立危機事態という段階に変わるだろうと思います。如果说中国攻击这个冲绳的美军基地啊，这个当然是等于攻击到日美安全安保啊，那这个啊当然哦变成日本的危机事态，那危机事态的话，它有个危机事态化，它就是自卫队啊，会随时出动的呢。日本の領内に対する攻撃というのは、これはあってはならないことだと思いますし、私も防衛副大臣やってましたけれども、領土、領海、領空、国民の生命と財産、平和な暮らしを守り抜くというのが我々の責務だと思います。我做过防卫副大臣啊，如果说中国攻击冲绳的美军基地啊，那这个啊，这无法这个原谅的，无法这日本是不会啊，点点呐。那日本的这个协助台湾会用什么样的形式协助？仮如你所有事态发生になったら，台湾も一緒にね，台湾日本もね，一緒にね，アメリカと。一緒に台湾を守るね。どんなことが、ことをラスト予測できるんですか。まあ、法律上、日本の防衛省自衛隊は自国の防衛に徹せなければならないということがあります。他方で安倍政権時代に作った安全保障法制において、また日米安全保障条約の下で、アメリカ軍が仮に第三者の敵から攻撃を受けた場合、日本がそれを助けると。いうことはまず前提としてございます。根据日本的宪法，他这个自卫队是只保护日本国土、日本国民。但是呢，在这个安倍政权的时候，安倍首相的时候，他成立一个安保法、安全保障法啊。这个法律哦，就是来 cover 这个宪法，这个来非战宪法啊。所以啊。出现这个危机事态啊，就是说日本的这个自由体制，或者说日本的这个国民国土啊被攻击啊，有被攻击的危险的时候，他可以利用这个法律啊出兵了。哦，あと台湾との関係でいくと、日本人で台湾に住んでる人たくさんおります。この方々を防衛省自衛隊がしっかりと台湾から日本の本土に
こう避難をしていただくと、日本の国の方に避難をするという、そういった連絡協議を台湾政府と行う可能性が高いと思います。日本跟台湾啊政府啊，日本政府和台湾政府啊，它有一个紧密的这个联系啊，这个我是真的是这个当然的啦，因为在台湾的日本人非常多，万一发生问题的话啊，自卫队啊一定会出来啊。至少是解救他们的日本人啊，把他撤侨。まさに日本の政府から見ると邦人保護というか、只是撤侨吗？哎，撤侨啊。然后如果说发生到他们日本在国会觉得这个是威胁到日本啊，他就可以出兵了。安保法。それと同時に残念ながらそれでも今のところ台湾との国交が今途絶えている状況ですから、できることといったら台湾に対する人道的支援、例えば食料とか物資、そういったものをお届けするということは私は可能だと思います。在台湾目前跟日本没有邦交的这个状况下，日本哦，至少啊会做到了，就是说人道上的资源，比方说物资的资源啊，还有这个就是人道上的啊，物资啊，医药啊，什么这个它这个一定是有可能的了。啊，あともう一つ大事なのは、その新しい戦闘領域におけるサイバースペース、サイバーの領域において、台湾の民間企業と日本の民間企業の協力っていうのが私は意外と重要じゃないかと思ってます。另外有一个非常重要的，他介入这个日本这个企业跟那个台湾的企业这个啊，对于这个防范这个网络攻击啊，是的这个合作是非常重要。おそらくそのクリミア半島、このウクライナにおけるクリミア半島のロシアからの侵略を見てても。一番最初に行われている戦争における最初のプロセスはサイバー封鎖、インターネットを全部遮断する。実際物理的にインターネットケーブルをロシアは切りました。这个比方说现在的克里米亚的战争啊，俄罗斯是首先把这个网络啊，这个前面这个サイバー啊全部切断了。したがって台湾の場合島国ですから。ケーブルがもし切られることがあればですね、まあ中のインターネットはすべて停止してしまう。所以这台湾也是这个岛国啊。那如果说那个电缆哦被切断的话，台湾就等于是瘫痪的了。そうするとあと衛星のリンクに頼るしかない状況。就仰赖这个卫星啊。そういったことからどうやって守るか。あとは今でも台湾に対してサイバー攻撃がありますよね。現在台湾也遭受到很多的这个网络的攻击。このサイバーはデュアルユースの現場ですから、官とか軍とかもいますけど、民のパワーも同じボーダレスの中にいるわけですね。在这个领域上啊，不只是说军方，还有这个政官方啊，民间这个也是受到攻击的这个目标呢。サイバーの安全性を環境的に作るには、やはり民間のサイバーのセキュリティの専門家のしっかりとした協力っていうのがお互いになければいけないと思ってます。所以在这方面呢，这网络攻击这方面呢，就台湾跟日本的这个合作是非常非常的重要的一环。这个2022，这个美国有一个印太司令啊，那他曾经预估2027年。中国可能是打台湾很可能的时间，我不晓得啊。中山泰秀先生认为有没有心里面有没有一个估计中国可能打台湾的时间表？阿美亚呢，应该系列讲，2027年话，中国可能呢，台湾侵攻哦，攻めてくるという都市だけど。先生 の、の見方は、どんな時点で中国がね、どんな時間で中国が攻めてくる、どういう可能性あるか。はい、わかりました。アメリカのデイビッドソンという司令官が、6年以内が危ないと去年言いました。すなわちそれが2027年です。で、ブリンケンという国務長官は、それがさらに早まるよ、前倒しになるよと言いました。这个司令官呢，他讲2027啊，但是呢，随后那个美国国务卿布林肯他说
可能会提早到2024。私は2024年が危険な時になると思ってます。我认为啊，2024啊是一个很危险的一个一年。为什么？おそらく中国。どうして？あ、それはですね、あの中国が台湾に攻め入った時に自分が勝てると能力的に充実したと思った時に攻めるからだと思うんですね。理由是2024这一年啊，很可能是啊，中国啊，他认为他有这具有这个能力来攻打台湾。今中国が考えている予定の能力がちょうど 100% に近づくのが2024年が一番早くてだと私は思ってます。我认为啊，中国他自己认为啦，啊，他有这个能力哈，可能是继续在啊，的继续啊，可能在2024。あと日本で万博が開かれます。啊，还有啊，那个时候是日本啊要举行这个大阪啊万博。日本で万博が開かれて世界中の目が向くときに台湾海峡で有事が勃発したら、逆に攻め入る方からしたらいい宣伝になるかもしれません。プロパガンダという意味で。他说啊，他如果说中国利用这个万国博览会，全世界都集中在一起的，在日本的时候，他如果这弄这个举动啊，这攻打台湾举动啊，他认为他这个啊这个宣传啊，等那这国际宣传啊是成功的啊，他觉得他很有能力啊做这种事情。あともう一つ兆しとして見えるんだろうことは、中国はですね、アメリカの国債を1兆ドル保有していると言われます。その時、その兆し、その戦争や侵略が起こるとしたら、その前に、おそらく中国がアメリカの国債を売り始めると思います。他说他最近发现哈，觉得这个美国、中国一直在卖这个美国的国债了，所以他如果要战争，他一定把他这个在美国拥有的美国国债全部卖掉。そういった兆しによってですね、我々も備えなければならない。所以一个征兆就是说要看啊，这个中国拥有的美国国债，它怎么处理啊？如果说这也是一个征兆。当然アメリカもそう考えてると思いますけど、米中首脳会議で一体何が話し合われているのか。そこがやっぱり注目だと思います。当然、美国也在注意这个事情啊。那个美中啊高峰会谈的时候啊，当然提到这个问题。好。这个我们今天呢、访问的是啊前日本防卫的副大臣，也是日本前啊外务副大臣。那么担任过啊日本总务厅的长官秘书官、建设大臣的秘书官、小池百合子的政策秘书。那他。1970年出生哦，现在还非常年轻。那换句话说，他是日本啊在栽培的啊未来非常重要的政治家啊。那担任过好几届的日本众议员。那事实上，他的爸爸也担任过35年的啊日本众议员啊，都是日本自民党，伯父也是哈。所以啊，这个家里面的政治实力非常的啊坚强，而且他的啊这个被训练的这个历程呢、啊，非常的丰富哈。那他的观点啊，他的态度啊，我想对台湾影响非常的重大，所以今天我们特别邀请他来接受我们的访问。那等一下回来，我们继续跟大家这个报告跟请教。来，我们先休息，进广告。波动全世界，郑鸿仪和你最伙来开讲。好啊，欢迎继续收听《波多转世改号》，我是郑鸿仪啊。我们今天呢 邀请的是中山泰秀啊，他是前日本防卫的副大臣，前日本外务副大臣啊，也就是外交部的副部长啊，国防部的副部长，那也担过好几届日本的众议员。好、啊，那么啊，这个他刚刚讲、啊、是个2024年，他认为。啊、中国已经具有能力可以打台湾是非常危险的。那他特别啊，广告时间也提醒台湾人不可以松懈啊，不可以松懈。那啊，他才52岁，所以未来啊，在日本的政坛，我相信啊，绝对具有一席之地。那么，日本啊，立宪民主党的众议员叫做莫松义圭啊，还有冈田克也这两位啊。
最近啊都施压给日本的首相岸田文雄，要他表态不支持台湾独立。我想请教的就是说日本的氛围有在改变吗？日清民主党、日憲民主党のね、末松、はい、議員と、うん、幹事長の、尾形、二人とも、はい、日本政府に、その台湾の独立を支持しないでほしいという発言でね、うん、これについて、うん、まあ、日本も自由民主主義を標榜しています、ね、雰囲気、日本これによって、ね、日本の雰囲気、ね、うん、変化起きますかと。私はあんまり影響ないと思いますね、はい、正直。それ どう思います？野党の政治家、それから与党の政治家、すべて自由に発言ができる国が日本です。日本の S 民主主義国家、うん、那在野党执政党或者其他的政党啊，他都有自由发言的这个权利啊，所以啊，他这个不是说很值得非常特别注意的哈。那我觉得啊，他这样的发言呢，是引起日本的这个这气温的改变呢，是不可能。不可能呀。物事を決めるときっていうのは、必ず賛成をする人がいれば反対する人もいるって。这种事情都有哈。反对了，也有赞成的。だからその賛成を増やしていくことの方が重要だと思うので、もうそういったいろんな意見を言う人はいるけれども、しかし本当に日本が民主主義ならば、民主主義の国の台湾としっかりと手を結ぶべきだというのは誰の目にも一目瞭然だと思います。最重要的啊，就是说怎么样把赞成的啊的这个数量啊提高啊。那日本是民主主义国家啊，大家一看呢、啊，什么样是值得这个提倡的啊？怎么样、啊、他讲的话对的还是错的？大家一看呢，就一目了然了。中国の習近平国家主席が天皇陛下に会いに来る。まあこれ安倍総理が招待状を出して来ることになってました。だけどあの時コロナで結局来れなくなりましたけど、中国の国家主席が日本に仲良くしようって言って来るんだったら。仲良くしようって言うなら我々もウェルカムだけど、しかし沖縄とか台湾に対して軍事力で怪しい行動をやってる、南シナ海に対して怪しいことをやっている、それなのに仲良くしてくれっていうのは言ってることとやってることが矛盾してるっていうのが一番我々のおかしいと思うところ。習近平訪問日本は在这个 COVID-19 之前呢、希望说到日本来跟日本天皇见面啊，还跟日本首相会谈啊，结果是因为这个 COVID-19 没有来啊。但是呢，你要来啊，就是首先就是要表示友好啊。对。但是你所做的跟你所讲的完全是相反的、啊嗯。这个日本国民啊，看在眼里啊、嗯。那你怎么到日本来？是。那这个，所以日本社会现在对中国的观感的氛围有改变吗？日本人、日本の社会ね、中国に対するのそういう感覚ね、なんか変化起きましたか。どんなか感覚今ね、世論調査を見ると、日本人のおそらくかなりの割合の人たちは今の中国に対して、懸念を有していますね。世論調査で数字として出てます。从这个各方面的民调看呢、目前的日本社会啊、这个对中国这个表示这个非常担忧啊。对，非常这个好像没有好感的哦，是占了相当的这个的数量数字。那对台湾呢？台湾に対するどう思うですか？日本国民の社会ね、マスコミが残念ながらそういう質問を設定してないのが問題だと思いますね。だから私はかなりの人たちが台湾のことを好きだと思いますね。日本の媒体は、没有特別说做这个对台湾的感觉怎么样啊，这种民调啊，但是啊，我觉得啊，这个日本的国内啊，对台湾的这个好感啊，是一直在增加。そこで問題はやはり台湾の内政、すなわち政治が安定してくれることだと思います。其中一个理由就是台湾的内部啊，这个政治是非常安定，所以说。日本も同じですよね。日本也是安定。民主主義にとって選挙っていうのが一番リスクが高い時期です。
民族主义这个的国家哈、哦，是一直是在选举的时候哈、哦，有一种比较危机的，就一种对立啊，产生对立。今インターネットの時代ですから、うん、その民主主義国家の選挙に合わせていろんなプロパガンダをインターネットを使って影響工作っていうのをやってこられる時代です。所以现在是这个网络的这个社会啊、哦，所有这个在选举的时候啊、哦，各党各种势力都透过这个网络啊、哦，在宣传自己啊、哦，所以有时候也会等于说攻击到对方了。嗯，所以フェイクニュースに騙されない、本当の真実を見抜く力を有権者の人が身につけなきゃならないのは最主要不能相信这个，要注意判断这个新闻是假新闻还是真正的新闻啊、否则就会被牵着鼻子走。不然日本でもアメリカでもそれからヨーロッパでも台湾でも同じだと思うんですね。日本、美国、台湾都是一样的。对，那安倍晋三首相去世以后，日本政坛对台湾的相挺有在减少吗？安倍総理この不幸になってから日本のその政界にね、の中にね、台湾を支持するそういう雰囲気やね、トーンダウンになっているでしょうかと。あ、そうは思いません。まあ、没有这回事情。安倍総理が亡くなった時、昭恵夫人がおっしゃってましたけども、安倍総理は生前ですね。我々のような若い政治家、安倍総理から見て後輩の政治家、そして同僚にたくさん種をまいたと。それは自由民主主義、そして台湾のことをちゃんと考えてっていうことを種をまいたと。その種がやがて花が開く時が来ますと。芽吹く時が来るとおっしゃいました。私もそう信じてます。安倍首相被暗殺以後啊、这个安倍首相的夫人、安倍昭惠夫人啊、他曾经说啊、这个生前啊，这个安倍首相啊，已经在台湾还有这个自由国家啊，放了很多，这个播了很多的种子啊，这个种子啊，慢慢一定会开花结果了。这个问题啊，是不必去担心的啊。好，那这个俄乌战争啊，对台湾啊有什么样的启示？对世界产生什么样的影响？ロシアと。ウクライナの戦争で台湾に何の意味を持つでしょうか、世界にとっても、はい、今日 まさに今日ウクライナで起きていることが明日台湾海峡で始まるかもしれませんね、その時に、ウクライナの状況を私たちよく見ながらどうするかっていうのを考えなきゃいけない、その中で一番大きなのはやはりその戦争、今の現代の戦争っていうのは実際に戦って勝つことも重要かもしれませんけども、そのレピテーションというか評価、世界からの評価がどちらに向いてるかということが重要です。俄乌战争啊、俄国跟这个俄罗、这个乌克兰啊战争啊、有可能啊，也发生在中国啊，跟台湾的战争啊，但是这个我们当然要注意，但是啊，最重要的是战争，这一件本身，全世界怎么来评价，是哪一方面对，哪一方面错，这个很重要，比方说现在全世界都对俄罗斯这个乌克兰啊这个评价啊，觉得俄罗斯不对啊，在将来如果说台湾跟中国这个战争哦。这个怎么样来被这个全世界的评价是也是相当重要的。民主主义の国から見れば、今ウクライナは民主主義を代表して戦ってくれている、いわゆるデモクラシー vs オートクラシーで、このオートクラシーに対抗している最先端の人たちが今ウクライナだと思ってます。所以全世界来讲哦，现在俄罗斯这乌克兰是等于是代表民族主义啊，民族自由主义哈、来对抗这个极权主义啊、这个国家哈、那这个大家知道哈、这个自由主义对这个极权主义啊、独裁主义啊的这个战争啊、是哪一方面对错啊？就立即判明。ヨーロッパの民主主義国家、アメリカ、それから南米、そして、まさにこの台湾も含めて日本も今デモクラシーのあるこのウクライナを支援してるわけですよね。いろんな意味で。
所以在全世界啊，像欧美啊，日本啊，一样啊，这都在支持这个乌克兰。嗯，もし台湾海峡で何かあった時に、今のウクライナの支援が受ける様子のように、台湾もやっぱり世界中の国から私は支援を受けるべきだと思うんです。万一万一中国打台湾啊，这个也是好像那个典型，好像这个俄乌战争那种典型啊，全世界啊自由主义啊的国家阵容支持台湾啊，我觉得是相当相当可能。で今の段階では戦争のリスクを回避するために台湾が世界中から支援を受けるべきだと信じてます。为了要解除这个，要减少这个，台湾这个被中国侵略这种危机、战争的危机啊，全世界啊应该要一起来支持台湾呢。ちょっと重要なことを言いますけど、日本にとってなぜ台湾が革新的に重要な場所かっていうのを説明したいです。我想啊说明一下啊，为什么对日本啊来说，台湾是日本的利益啊？日本はですね、石油資源を中東から輸入してますね。で、天然ガスも輸入してます。日本は向国外買了很多石油啊、天然瓦斯啊、原油の石油のですね、9割が台湾のバシー海峡を通ります。原油啊，都90%是通过这个台湾的这个巴士海峡。で、天然ガス資源の6割が同じくバシー海峡を通過します。天然瓦斯的六成也是经过通过这个巴士海峡。もし台湾が地政学的にいろんなリスクに巻き込まれれば、日本も非常に厳しい状況になる。如果台湾也发生危机啊，日本是非常非常非常的危险。そういった意味でもですね、日本がもし台湾に連動して経済が万が一後退するようなことがあったら、世界に対しても影響が出るというのは。台湾だけの問題ではないんだということをやっぱり日本も世界中の人たちに理解するために台湾と一緒に説明をするべきだと思う。台湾万一发生事情啊，这个不是只有日本啊啊，这个危机啊，全世界来讲也是一种危机啊，自由主义啊，阵容啊，阵容。台湾が友達だったら友達が困ってるねで終わるかもしれない。だけど台湾が兄弟で家族だったら。一緒に説明しなきゃいけない。如果说台湾是日本的朋友啊，那用朋友的方式来处理，但是台湾不是啊，台湾是日本的家族，是兄弟。だから兄弟で家族なんだということを私はずっと世界に理解を求めてるわけです。所以我一直在讲啊，台湾跟日本啊是家族啊，兄弟的关系。为什么啊，俄乌能够打九个多月了还在打？乌克兰怎么有办法抵抗？罗斯的呢？罗西亚到乌克兰呢？先说呢，我今年的呢，九ヶ月呢，まあ戦ってる。どういう理由ですかね？これはですね、双方ともに、非常にお互いがその攻撃をまあある意味うまくやっているということだと思います。それによって、戦争のゲームチェンジャーになるような。ものがですね、ことごとく使おうと思ってた武力がそこが壊されたりとかしてるので余計に長引くということになってます。他说这个战争啊，这场战争啊是啊，互相这个啊用那个一开始用传统的这个武器在打啊，然后啊到现在哦就变成这个先端科技的这个啊战争哦，所以是。一直拖到现在。他方でプーチンが私は最初から言ってましたけども、核を使用する可能性というのは私はあると見てます。我认为啊，这个俄罗斯啊，普丁啊，他可能啊，他应那会将来会使用这个核弹啊，这个可能性是存在的。なぜかというと、もうたロシアのですね武器がだんだんなくなってきてる。例えばミサイルを先週撃った弾頭を調べたら、本来だと核弾頭を載せれるミサイルなんだけど、なんと中身空っぽだったんですね。ですから武器がもうすでになくなってきてる。あと最後に残ってるのが核だとなったら。最大的理由是现在俄罗斯已经没有什么武器了啊。最近呢发射了这个飞弹哦，里面没有弹头啊。啊，没有弹头啊。哇，所以剩下的就是剩下核弹头啊。了解。好，这个啊，我们今天非常难得啊，这个啊，邀请到前日本防卫的副大臣，也是前日本外务的副大臣
中山泰秀先生、啊、那他也是日本自民党的众议员，然后、历任过总务厅长官的秘书官、建设大臣的秘书官，以及小池百合子的政策秘书、啊、小池百合子他现在是东京都知事，那、这个毕业于日本早稻田大学，那可以这样讲，就是说他其实是日本在自民党在栽培的非常优秀的政治家、啊、未来前途无可限量、啊、影响力也非常的大。那么他、在台湾出版的新书叫《政治家中山泰秀》，由前卫出版社所出版、啊、大家如果有兴趣可以去买。那另外呢，就是我们今天非常感谢我们邀请到的翻译、啊、前、自由时报的这个日本特派员，也是民视的这个、特派员、啊、那因为时间的关系、这个中山泰秀、啊、来台湾的时间也很短，那我们今天非常感谢这个中山泰秀先生啊，特别拨空啊来接受我们的访问，谢谢你，中山泰秀先生，谢谢，谢谢你，ありがとうございました。はい、谢谢你，ありがとうございました。